ジムニー JB23 が誇るですね、最新型、のこの見てください、ウィンカーが光りますよ。しかも LED です、ね、しかも LED なんですよ。おっしゃる通り、さすが。これをですね、前回ですね、ちょっと皆さん、ちょっとこの幅を横から見てもらえますか。この幅ありますか、これ。これがですね、こう畳んだ時にですね、ここ出っ張りますよね、これ。これでですね、ちょっと邪魔になっちゃったという私は経験をしまして、ちなみにこれ電動格納ミラーなんですね。もう分かって、まあ、いちいちも説明しませんけれども、中でボタンを押すとこれがウィーンってこうなるんですけど、こちらに、これはですね、某ですね、栃木の岩月さんからですね、アドバイスを受けまして、見てください。このまず、こうつけると、ほら、幅も全然ね、全然違うね。違うもんね。で、もっと言うと、こうなりますよね。で、これもこうなりますよね。そうそう、ほら。まだほら。もうまだ入るよね。こんなもんだよな、ね、うんうん、ほら。わかりますか？全然違う。はい。もう、これ、を進められました。ちなみに、これはですね、ジムニーの、123機型。うん、前期、超前期のやつの一番安いやつですね。うん、電動もついてない、ただの、ミラーですね。こちらにですね、多分これポン付けできると思うんで、ここに、変えていきたいと思います。はい、この、せっかくJB23 のこの最高級、グレードでもあります、ランドベンチャー。ミラーヒーターまで付いていました、ちなみにこれは。高級品ですね。そう、高級品なんですよ。うんうん、それを全部、これ、あ、今取ります。取っちゃいますよ。いいっすか？どうぞ。本当にいいんですね。いいよ。ありがとう。はい。でじゃあ、これで。そう、閉めなよ。こんな分厚いのはね、いらないですよ。ほんと、こうだもん、ほら、出幅も。要は、こうでしょ？うんうん。いい男が映ってますね。映ってますか？皆さん、いい男が。これ。これをつけていきましょう。まあ、さっき、なんだろうな、JB23-10 型、最終型のランドベンチャーがですね、ラグジュアリー SUV なんで、こういうミラーヒーターがついてる、この配線。でですね、この、123型の、一番安いやつはですね、何もついてない。邪魔になっちゃいましたね。ね。はい。で、これをですね、どうしようかと。これを、こっから取って引っぺがしてやろうかなと思ったんだけども、めちゃくちゃめんどくさいんで、ここはですね、この切れ目。こうね、切れ目をこう入れます。ここに、なんかやらしいね。そう？うん。こうやって。押し込んで。はい。これゴムになってるんで、もゴムとゴムは擦れちゃうとあれですけど、うん、こうね、うん、ここにこう入れるんです、はい、こうやって、うん、痛くない？大丈夫？指が痛いですよ。あ、指痛いです。これ彼の提案なんですけどね。で、もう一個、はい、ここ、これ普通にこれボルトで、なんかこのなんかいかにもこう前使ってた中古のボルト使ってますよね。というのもですね。これ見てください。JB23 の10型はですね、こっちがボルトなんですよ。で、これ実はですね、古いやつはメスなんですよね。今、ナットがついてるんですよ。ですよね。そうですね。で、こっちはオスでボルト。そう、オスでボルトで、だから、このままこうつかないんで、家にあったこのちょうどボルトがあったんで、でワッシャーをかましてつけました。で、まあ、無事つけることができたんで、ロッケですね。ロッケですね。で、これで、こういうカバーはですね、はい、カバーを、閉めたんだよね。うん、オッケー。これを、こう、どっちついてんの？入れんのかな、これ。うん。こうか。こうだね。これで、オッケーですね。オッケー。はい。これで完成ですね。はい。で、こんな感じになりまして、ちょっとじゃあ前から見てみましょうか。はい。なんかちょっとスパルタンな、
ですね。すっきりですね。ちなみにじゃあ純正ミラーを、割れますか？うん。これがこうなります。全然違うね。これがこうなります。はい。全然違いますよね。ということで、今日はですね、栃木の岩月さんからですね、アドバイス受けまして、こんなのつけてっからだよと。こんなのつけてっから当たっちゃうんだよみたいなことをご指摘受けまして、JB、その、栃木の岩月さんと一緒のやつですね。え？あ、全然引っ込まない。これだったらいいわな。いいよね。これだもん。ああ、もう全然。全然出っ張んないもんね。ああ、全然 OK ですね。うん、いいね。まあ、引っ込まないで OK なんですけれども、そんな大変なとこはまだ腕が未熟なんでいけないですから。ええ。それは言ってきます。ということで、まあ、これからですね、ロックを、私みたいにロックをやろうと思ってる、初心者の方とかね。JB のりのね。JB のちょっと参考に、同じ初心者同士でしたら、こう、ちょっと参考にしていただければ、嬉しいですね。以上ですね、JB23 の、サイドミラーをですね、同じ JB23 の123型の一番安いやつ、いわ一番高いドアミラー、ドアミラーからですね、一番安いやつに変えたという動画でございました。ありがとうございました。